おいおいおい、これどういうことだよマジで。ツイッターの DM 見てみたらよ、お前の実況マジつまんないわ。マインクラフトのセンスないと思う、頼むから引退してくれ。はぁ、マジで何こいつ、おマジほんとムカついた。直接対決だよマジで。通話かけるべこいつ、マジでマジこいつぶちのめさ、ほんとにちょっと電話かけるわ。はい、オニアです。おいおい、お前 DM 送っただろ、お前。おい、なんであの DM。 いや、あれつまんねえなと思って、なんかつまんねえやつがさ急上昇いたんで、誰かなと思ったら、ピクトハウスって名前で、あんな誰でもできるやつってなんでこいつつまんねえのに人気なんかなと思って DM しました。はぁ、急上昇乗ったことないやつが何言ってんのお前。何、マインクラフトのセンスないと思う。やったことないじゃん、お前。何言ってんの本当に。え、きっしょ。いや、やったことないっすけど、俺思ったんですよね。なんかチャンネル登録者22万、なんかこいつインチキ工作してんじゃねえかなと思って。でもお前俺より登録者少ないでしょ。ってことはお前の方つまんないんじゃないの。お前22万程度がお前生きがってんじゃねえぞお前、ほんとに。お前3万じゃねえかよお前は。お前上等じゃねえかお前。登録者22万。あ、まあ22万がお前生きんなよお前。あ、じゃあまあ黒リバで勝負しようや。受けてやるよ黒リバで。じゃあ黒リバの今回の動画でどっちの方がダウンロード数が多いか、それで勝負しようじゃねえかよ。おい、上等だお前。あ、じゃあお前勝負っていうなら、じゃああなた、あの負けたらどうするんですか。一応僕あの PS4 ぐらいなら巻きますけど。巻きます。いいよ、じゃあ俺も負けたらプレステ4ばらまいてやんよ。ちなみにさ、俺たちプレステ4プレゼントするって言ったけどさ、これさ、ダウンロード数の結果とかさ、いつわかんのこれ。これ、それ僕の方もやら、いつか詳しく知らないんですよね。これ大丈夫ですかね、これ。これ多分あれだよね、ダウンロード数少なかったら次俺たち仕事来ないじゃん。ちょっとワンチャンそうなっちゃいますねこれ。あ、もうプレステ4なかったことになる。そしたらじゃあどうもこんにちは、ピクトです。というわけで今回はですね、クロスリバースの実況なんですけども、まあこの動画ね、ちょ案件動画になっちゃうんですけども、まあ案件じゃなくても僕普段からやってるんで、結構ねランクとか66だし、キャラクターも結構強いんすよ。まあどれぐらいねやってるかっていうと、このゲームギルドみたいなのがあるんですけど、僕からサブマスターやって、まあそんなことは置いといて、今回はねこのクロスリバースの会社からまあイベントとかいろいろねコラボとかこのゲームやってるんで、そういうのをね紹介してほしいって言われたんですけど、ちょめんどくさいんで、僕この闘技場っていうのが一番面白いんで、闘技場をメインでやっていこうかなって思います。怒られそうマジで。後半ちゃんと説明するけど、前半にPR したい内容をパッと言うんで、まあとりあえずそれだけ一回聞いて、一回それだけ聞いて、まず上に AP ってあると思うんですけど、これがねクエストとかで使うスタミナなんですけど、まあこれスタミナが満タンになってもさらにそれ超過して500までだったら溜まるから、まあ一日暇の時にやれば大丈夫。はい。でそしてクエストでこの AP を使うとですね、まあ消費した分魔王石っていうのがもらえるんですよ。まあそんな感じなんで、スタミナ使えば使うほど魔王石がもらえて、あっちの会社が言ってるんですけど、毎月5万円分くらいもらえるっぽいんで、まあお金をばらまいてるようなもんです。はい、すごい優しいあとはクエストスキップ機能っていうのがあるんですけど、まあ条件を満たしてクエストを何回かクリアすると、まあスキップできるんですよクエストだから。まあ、素材集めとかなんかこのモンスター欲しいなって時に、もうただ連打するだけでもう作業、もう作業ゲーをさらに簡単な作業にするっていう感じで、まあここもね優しいよね、時間をね省かせていただいてます。はい。であとこのゲームリセマラする必要ないです。ガチャ何回でも引き直せるんで。この闘技場がねマジで面白いの本当に。闘技場っていうのはまあ、自分たちのプレイヤーがねモンスターとか装備集めてまあ戦うんですけども、この上位をね目指すのがめちゃくちゃ楽しいんですよ。やっていきましょう。はい。まあこんな感じでね相手のプレイヤーと戦えると。でこのゲームの説明なんですけども、先攻後攻が決まってて、まあどっちか攻撃するんですけども、ゲームが始まったら何て言うんだろう、これ単性4分の3女の子ということで、まあキャラクターが可愛いのでね、はい、まあ早速ねこの癒しのメロディってやつ使っていって、ヒーローで回復していく。で、あ、ちなみにこれね、パーティーによって、なんて言うんだろう、まあ、強い弱いあるんで、相手のパーティーは、まあ、見ての通り、まあ、光っぽいじゃないですか。まあ、光パーティーなんで、僕のパーティー、結構闇が強いんで、まあ、多分勝てると思います。こんな感じで攻撃していって、で、僕、この呂布っていうなんか化け物がいるんですけど、めちゃくちゃかっこいい化け物がいるんですけど、光な、闇なんで、まあ、光に対しては強いと。で、まあ、こんな感じでね、ターン制を考えて、いろいろ戦略を練っていくんですけど、で、このソロモンの鍵ってやつがね、なんて言うんだろう、まあ、ポケモンでいう捨て身タックル的な、怒られないかね、大丈夫かな。まあ、強力なんですけど、自分にも反動が来ると。まあ、その代わり、まあ、闇でね、だいぶ威力高いんで、一発で落とせると。で、真ん中のこの敵も落としていくと、OK。で、残り相手2体ですね。さあ、
まあ、こっちも落とされちゃったんですけど、ヒプノスタッチ、これはね相手を眠らせる技なんですけど、これで眠らない。ちょこれちょ誤算だったな。これ相手眠る予定だったんだけどな。まあでも一応ね復活技っていうのもあるんで、このゲンブちゃんね、あの回復技も使えて、復活技も使えて、しかもなんて言うんだろう、こう大人っぽい雰囲気、なんか年上をね、こう年上のなんか優しいお姉さんって感じがして、僕とても好きです。はい、あの案件動画でまさかの性癖をねバラされるという、あとおっぱい、よしで、これで入っていったりということで、オッケー。まあこんな感じでね、まあ今回はサクサク勝ってたんですけど、まあこれをね、あの勝っていって闘技場の上に行くっていうのが僕すごい楽しいんですよ、このゲーム。あのスキル継承機能っていうのがあるんですけど、あの同じ属性のモンスターだったら、あのスキルをね入れ替えることができるんですよ、固定技を抜かして。だからこの一番上の技はもう絶対固定なんですけど、あとの二つは同じ属性だったらモンスター同士を合成させればスキルを継承させることができるんで、まあそれでね、なんか同じモンスターでも結構ね違う技とかを持ってたりするんで、まあ戦略が変わったりするんで、なかなかね楽しいです。はい、それで、お、これいけるんじゃない、これ相手一体落としちゃえばこっちのもんだな、マジで。でこれで落とせる。どうするか、魔老天使こいつ倒しましょう。補助キャラクターなんで回復とか防御とか高めるキャラクターなんで、まあ早い段階で倒していった方がいいですね、これは。で、エクスプロード食らわせる。ソロモンの感じでいけるか。アイシクルリン。あ、1、やば。やば、全然食らわなかったな。やばいな、相当硬いな、こいつマジで。で、癒しのメロディー。ソロモンの鍵、落とせるか落とせるか、惜しい。くそ、もうちょいだな。多分、魔老天使さえ落とせれば、魔老天使合ってるかな、今更だけど名前間違ってたらすげえ恥ずかしいんだけど。癒しのメロディー、ソロモンの鍵、オッケー。相手残り2体だね。で、こう右側のイリスっていう、このすごいなんか、すごいエッチな女の子がいるんですけど、この子ちょっとね、魔法防御がめちゃくちゃ高いんで、先に左側のこの剣士を叩いて、集中して倒しに行きたいなと思います。ヒプノサチ効くかな？お、寝た。2回目でも一応寝たりするんだね、この技。マジか。あー、これは勝ったね、完全に。オッケー、もうあとはこれ作業ゲストはもう。まあ、あとは完全に作業さ、こいつはもう寝てるんで。転生させる。癒しのメロディー、エクスプロード攻撃。オッケー。よーし。じゃあ次、闘技場ラストにしますか。あ、来た！このパーティー。このね、タナトスとテレジアっていう女の子とイリスと、まあ、ここはね、だいたいウリエルとかスザクになってるパターンがあるんですけど、マジワンターンキルしてくるから、こいつら本当に立ち悪い、マジで。あー来た。もうやだ、本当に。あ、でも、相手がスザクじゃない分、まあいけるかもしんないな。ここなんか、まあ、キャラクターが補助キャラクターになってるんですけど、みんなね、こう全体攻撃を持ってるんですよ、この、なんて言うんだ、MP でいいのかな、合ってるかわかんないけど、まあ、MP3 で全体攻撃してくるやつを3体持ってきて、で、リーダータナトスにすると、1ターン目で全体攻撃を3体打ってきて、太刀打ちできないっていう、下道なパーティーができるんだよ、本当に。もうね、マジ腹立つから、それ。あ、やばい。どっちにしろ死にそう。どっちにしろ死にそうだな。もう3体揃ってる時点で結構勝てる希望が見えないけど、まあヒプノスタッチで見せていくと OK。タナトス先に落とせそうだな。まあ2体残っちゃうけど、わあやばい。ちょっと HP 回復したい。で、ソロモン、2連続、OK。OK、いける。よかったー、マジで。あー、危ない。で、次はテレジアだな。うん。イリスは多分倒せないからやめて、コールドストーン、ああ、ほんとやめろって、お前それマジで。マジやめろって。いや、これ落とせる気しないな。待って、これは、オッケー。あ、これは、どうしよう。転生させて、エクスプロードかける。で、通常攻撃、あ、まあ、ソロも撃ってたじゃん。あ、でも勝てた。あ、よかった。いける。いける。これだったらいけるかもしんない。ヒールプラス。で、はい、オッケー。で、多分回復してくるから、まあ、これは意味ないから、ソロも撃たなくてよかった。で、ソロも撃って、ヒールプラス、グランモリア、オッケー。エクスプロード打てないとなかなか痛いな。で、エクスプロード、ソロモンの鍵。オッケー。おやばい、死ぬな。オッケー。あ、これいける。よし、ちょっと待って、まあ。タナトスパーティーに勝てるのマジ嬉しいから、ほんとに。やばいな、ちょ、回復されちゃうな。ちょ、この回復技ずるいって、転生して、ソロモン、アイシクルレイン、ソロモン。オッケー、よーし、オッケー。ちょ、予想外になんか勝てて嬉しかったわ。よーし、まあ、こんな感じでね、闘技場がね、
めちゃくちゃ楽しいんですよこれ。うん、けども、まあ、魔王石2倍とかこう上に出てると思うんですけど、あのクエストで例えばこのガブリエルが手に入るクエストみたいなのがあるんですけど、まあ、AP65 とかあるじゃないですか。65消費してクエスト1回やるんですけど、クリアすると 65×2 もらえるんで、130個魔王石がもらえるんで、まあ、だいぶ魔王石ももらえるんで得ですねこれ。で、クエストスキップ機能についてなんですけども、クエスト選ぶと下の方に戦闘スキップあと1回の S クリアで使用可能っていうのがあるんですけど、まあ、これに関してはあのクエストによって何回 S クリアすれば使えるかっていうのはちょっと変わってくるんですけど、例えばこのなんて言うんだろう、あのモンスターを育てる合成素材みたいなモンスターがいるんですけど、まあ、こいつとかを集めるときは、まあ、こんな感じで、ちょっと使えなかった。モンスター進化できるんですけど、モンスターの、まあ、進化できる素材を手に入れるときにこう戦闘スキップっていうのが出てると、まあ、こんな感じで戦闘中しばらくお待ちくださいってなって、ですね、まあ、一瞬で、まあ、終わると、はい、こんな感じで、ね、結構楽に集められるんですよ素材も。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんもぜひね、ほんとクロスリバースやってほしいんですよ。僕もね結構やってて、多分闘技場とかのランキング見たら、まあ、もしかしたらね僕の名前がある日がいつか来ると思うんで、みんなもぜひね闘技場ちょっとチャレンジしてほしいです。はい、ってことで、概要欄の方にダウンロードリンクがあるんで、ぜひ皆さんダウンロードしてください。もしダウンロード数が多かったら、ちょっと次回またオニヤ君と、まあなんかプレゼント企画みたいなのがワンチャンあるんじゃないかなみたいな。あとですね、こう最後、このゲームをこう始めるにあたってシリアルコードを作ってもらったんで、多分下の方に概要欄と今テロップで出てると思うんですけど、この概要欄を入れてもらうと、僕が使っているこのゲンブっていうキャラクターの S ランク、S ランクのゲンブがこう手に入るんで、マジでこれ入れてみてください。ということで動画終わりにしようかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。みんなもぜひね、やってみてね。じゃあね、バイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるので、そっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねバイ。その色や。絶対ここまで見てるやついねえよな。